直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということでね、もう前髪長いんですもうね、ずっと美容院行きたいんですけど、ずっと行ってないんですよ。もうね、年末、あ、違う、年明けのすぐイベントあったでしょう。その前に行こうかなと思ったら、いつも行ってる美容院が、いや、6日まで休みですっていう感じだったの。6日からイベントなんですけどみたいな、なんかそんな感じで、ほんで行けなくて、もう2月でしょ。ずっと、ほんでもう前髪長いほんでマスクします、前髪がザバッと目の前に隠れます、で汗かいて、なんか頭寒いからってフードかぶります。完全に危ない人だからね俺顔なんか何一つ見えない状態で今歩いてますからね。そうするとみんながえって顔で見るのこの人なんか危険いやね、俺ちょっと危険な香りのする大人の男にって思う時もありますよ。その危険じゃねえよそれでは高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。疲れてんなということで、今週はですね、雪村誠一 with 立海大附属中ね、バレンタインキスに乗せて普通のお便りご紹介していきたいなと思いますけども、あのあれですよね、山吹中の山吹だったよね、戦国清澄の今年のテニプリのこのね、もう18枚目とかでしたっけ、なんかねネットで見たんですけど、すごい枚数出てるなと思ってたけどもね、えこの、雪村くんが歌ってるやつはね、高橋演じる丸井文太もコーラスでさせていただいてるのでね、リクエストもいただいてましたけどもね、ありがとうございます。ということで、ふつおたご紹介してまいりましょう。こちらはですね、東京都いくらですね、バレンタイントラボーって書いて、改まって気持ちを伝えるってなんだか恥ずかしいですね。ラジオでお話ししてる時や日記でのふとした一言、イベントなどで楽しそうにされてる時、アライブで目が合った瞬間、いつもあ好きって発見できることがとても嬉しいです。好きって思ったらこれからも素直に伝えていこうと思いました。素敵な一日になりますように、ハッピーバレンタインズデーって書いてますね。これでももう子供の頃にはバレンタインありましたからね。うちらぐらいからじゃないの、もうちょっと前からあったのかな。いつからあったんだろうねこれね。だってさ、昔はだってチョコレートなんてそんなあげるもんじゃなくて自分が食いたいもんだったわけでしょあげるなんてって感じじゃん。俺だからちっちゃい頃すごいチョコレートやっぱ好きで、今はあのなんだろうな、あの入院した後からなんか味覚が変わってチョコレートダメな時期が結構あって、チョコ食べない時期もあったんだけど、だいぶ味覚戻ってきたのか、最近はちょっとまあまあ美味しいなって感じることも増えたので、あって思いますけど、ちっちゃい頃はもう食べたくて食べたくてね。うん、この番組の言ったことあったかな、チョコレートのさ、あのアルミにくるまれてるアルミの角っちょにちょっとついてるわけよチョコがさ、あの包み紙のさ、剥がした時にあの粉のカスを、うわもったいないってこう指でこうペペペペ舐めるじゃん。でも舐めたらすぐ終わっちゃうから、終わんないように湯飲みで伸ばしたらドリンクとしてすごい美味しいんじゃないかと思って、その粉をささって入れてお湯に溶かして飲んだら茶湯になりました知りませんでしたね、ココアとかああいうチョコレートドリンクってものすごい量のチョコレート入れないとあの甘さにはならないんだなっていうね。あんなに大事にしてたチョコの粉がまんまとお湯になってしまったっていう悲しい記憶がありますね。さあ
続いてはですね、こちらもおはがきでいただいておりますけども、仙台市ロータスですね。なおずみさん、トラボー、はい、トラボー、毎日寒いですね、本当ですね、外を歩いている時思わず声に出して寒いよって言ってしまって、周りの人に聞こえてないか不安になってしまいました。あるね、そういうことね。そういえば昔レストランで一人で食事をしていたおじさんが、うん、うまいって言ってたのを聞いたことがあります。なおずみさんは人前で思わず声に出して何か言ってしまったことはありますか。もうこんなのしょっちゅうですよ。なんか雪で滑って転びそうになったりとかで、ブーとか、頭ぶけてデーとかしょっちゅうやってますよ。ご飯食べてる時もうまーとか言っちゃったりとかもするしね。ありますよ。みんなもあるかな。結構言ってるでしょね。これもじゃあなんかおかずとかで聞いててみましょうかね、福井県すなこ、続いては、来週のバレンタインにちなみチョコの香り付きのペンでおはがきを書いてみました、ね、直澄さんに届くまで香りが残ってますように。はがきですね。はがきですね。はがき、の感じですね、いい匂いって人それぞれですが、直さんはどんな匂いが好きですか。石油ストーブの匂い、ストーブでおやつを焼く匂い、雪の匂い、しまっておいた手袋のタンスの匂い、冬の匂いってどれも気持ちが温かくなりますね。そういえば冬が寒いと気がついたのは実家を出てからでした。今更ながら感謝ばかりです。そうか、家にいる頃っつうのは家族の人がね、ストーブ焚いてくれてたり、料理を作ってなんとなく湿気で部屋がぬくもってたりっていうね、そういうのがあったんだなっていうのを一人暮らしすると、確かに帰ってきて寒って独り言言ったりするぐらいですからね。あるよね、匂いね。ストーブの匂いっていいよね。もうね、東京来てからもういつだった、今もストーブは電気ストーブをやっぱ足元ちょっと冷えるんで、エアコン入れててもなんで3000円ぐらいのやつ買ったってこの番組でも確か言ったような気はするんですけど、あれね、今ちょっと一つ考えてることがあって、それがねちょうどね封書でいただいてたんですけども、こちらですね、兵庫県の鈴根ですね、ネットって便利ですねってことでね、先日はフライパンをネットで購入しました。くっつかなくて軽くてお手頃価格のフライパン、買いに行ってあちこち回って商品を比べて、気に入ったものが見つかったとしても今度は持って帰るのが大変だったりするのですが、ネットだと、それが全て楽ちん。昔は CD や DVD、 本などのようにどこで買っても品質の変わらないものなら安心だけど、そうではないものはやっぱり直接見て触ってみないと思っていたのと違うみたいなね、今は種類の多いものほどネットで調べてみた方が希望に沿ったものが見つかるように思えてきました。ハートちょっとキュンときたわけですね、小さかったり安価なものだと直接受け取らなくてもいい、ポストに入れておいてもらえる瓶が選べたりするのも嬉しい。この冬は本当に寒いのでこたつをしっかり使ってます。主にガスファンヒーターを使っているので、こたつはこたつの形だけでも暖かいので、これまでほとんど電気を入れることもなかったんですが、今年は電気を入れないと寒い寒い、靴下も分厚いのを履いてます。そうです、実はその電気ストーブねの話に戻しますけど、電気ストーブを足元寒いからパソコンの机の下に置いてるんですよ。で結構近いところにあるから気をつけないと低温やけどみたいになるから危ない。しかもうちにチョロがいるので、チョロがいつの間にかなんか焦げ臭いって思うと、チョロが結構近いところで電気ストーブに向かって、ね、猫って意外とちょっと鈍感だったりするもんですから危なくて、で足音しないし、仕事して集中してると いるのよ足元に。だからこれ危険だなっていうので、その机の下に入る一人こたつみたいなのがあるのよ。本当に50センチ60センチぐらいのなんか幅の机の中にスッと入るお一人様テーブルこたつみたいなのがあって、それだったらあったかいし、やけどの心配も多分ないしって思って買おうかどうしか迷ってるんだけど、それこそネットでいろいろ調べて、いやどうしようかなって、でももうそろそろ寒い時期終わりそうだしな、こたつって危険だしなって、こたつほど怖いものはないでしょ。こたつ亀になるからね
危ない生き物になりますから、全部手の届くところにね、穴のこたつの周りに沸騰ポットとか置いちゃダメよ、もう絶対もうそこで全部カップラーメンやってお湯やって、まあ汚くなるからね。でもちょっと欲しいんだよね、あれ足元だけっていうね。まあでもあのいろいろやってるんですよ、そのいたこ、皆さんからね、あったかいなんかふわふわのものすごいでっかい、なんだろう、本当にサンタクロースのプレゼントが入るぐらいの大きな、靴下みたいな、ボアでできたようなやつとかの両足入れる怪獣の足みたいなやついただいたりとか、すごい分厚いソックスいただいたりとかもしてるので、あったかいっちゃあったかいんですけど、でもなんかそういう暖の取れるものも別個でやっぱ欲しいなって思ったりとかしてね、そんなのをいろいろやるとやってるせいなのかな、なんか変なメール来たりとかするよね。ちょっと心配になっちゃったりとかしてね。ということでね、好きな冬の匂いね、いろいろありますね。皆さんもありますか、好きな匂いね。こちらは同じ好きなもの系列で、こちら封書でいただいておりますけども、こちらは愛媛県モコからいただきました。直澄さん、トラボー、はい、トラボー、久しぶりにトラメカ聞けたのでお便りしましたね。723回放送の、ペットとの思い出、もう本当に素敵な放送でした。リスナーさんの愛がたくさん詰まったエピソードに、それを大切にお話しする直澄さんのあったかい声にポロポロと涙が止まりませんでした。ありがとうございます。トラメカってあったかいなって思いました。話は変わりますが、数回前の放送で料理番組を録画されてるとおっしゃっていましたね。はいはい、私もよく見るのですが、料理番組ってものすごく眠たくなりませんか。ある、そんな、いや、こうお料理されてる方の落ち着いた喋り方と、それ人にもよりますよね。お料理されてる方の落ち着いた喋り方とか、独特の静けさや音とか、私は間違いなくうたた寝をしてしまいます。チョコレートを刻む音なんて最高に眠れます。だってわかるって言ってくださる方絶対いらっしゃると思うのですが、って書いて、いらっしゃいますか。ぜひじゃあ聞かせていただきたいですね、こういうのね。でね、これを読んだ時にね、スタッフがチョコレートとカレーのルー切ってんの変わらなくないですかってポロって言ったんですけど、変わるわってすぐ俺がもう被せるように言ってありましたけどね。カレーの方はしっとりしてんだよ。チョコの方が硬いからポリポリンって言うんだよ。でもチョコレートって刻むことないですからね。ほら、お菓子とか作んないじゃん日頃。カレーのルーは刻んで僕入れるんですけど、こうチョコレートは刻んだことないんで落ち着くってか、ねえ、分かりないですね。ぜひちょっと試してみてくださいって言ってますね。直澄さんは眠れない時のルーティンってあったりしますか、ね、今は眠れないくらい お忙しいと思いますがって言ってくれてますけど、そうです ね寝たい時にはもう寝る、もう本当にあの川の音とかそういうのをよく聞くようにしておりますね。何しろ前このついこの間もこの番組でも言った気がしますけど、あの曲を聞くとダメなんですよ。メロがある、例えばのヒーリングミュージックなんていうのでも、ちゃんとメロになってるやつとかだとすごい気になっちゃうの。メロを追ってくのを見そうみたいになってるのよ。なんかチチクリの音もこうやって聞いてるときはすごく心地いいのよ。ただテレテテレテテレテテレってもうずっとこう体がこう揺れてきちゃって寝らんないんすよ俺は。なんでファーみたいなやつで、ファーの後ろにチャ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 とか、そういうのじゃないと寝らんない。皆さんはどうでしょうかね。ぜひそういうのあったら教えていただきたいなと思っておりますよ。さあ、ということで今週はですね、ここでちょっと一曲お届けしたいと思います。終わりの高子ね、2月18日に看護師国家試験を受ける友人に頑張ってとエールを込めてということでリクエストいただいてます。他はですね、福島県のゆきやね、試験頑張ってきましたということでね、この曲リクエストいただいております。アルバムディケイドシルバーより高橋直澄、スローリーバットシュアリー。いつの日かこの場所で笑顔咲き誇れ、少しずつだっていいから前を向いて、スローリーベッチュアリー、ここから
き雲に微笑まれる風と約束した。忘れそうになったならここへ来ることを。明日は晴れるかな夏の感動が蘇る史上最大級のセットリスト直澄高橋アライブ2017ポイズン&ストロベリーツアーファイナル東京新宿ブレイズ公演がライブ DVD として発売中。特典映像もすげえぞ。やりきったわ。充実見つけたわ。充実充中ジューシー。毎週腹減るんだよこのコーナー最近先週もこの間もカレーだったし今日お餅ですからね。お腹すくと思いますよ。これでお腹すくから聞かないって言われたらやだね。あこの番組ってさ夜中聞いてると腹減っちゃうからさって言われたら怖いよね。ということで来週からはお題をちょっと違うところにしてみたいと思いますけども、今週はお付き合いいただきたいと思いますが、お餅の食べ方ということでお題でいってみましょう。まあお餅といえば東北とかね、北の方の方はよく食べるというふうに聞けますけども、地元岩手県が何気に年間消費量は一番多いと言われてる県です、岩手県ね。ということで岩手の松川からね、ドヤって感じの文章が届いておりますんでご紹介しましょう。餅といえば醤油とみたらしを同じだと言われるのに違和感です。わかりますね。味付けだとくるみが好きです。特に天正地のは絶品。甘すぎなくて1パック4個をペロリと食べちゃいます。今度試したいのはキムチ納豆。春は草餅、夏にはずんだを食べます。一ノ関ではわんこ餅大会が2月にあります。わんこそばと同じようにお椀に入った餅を食べるんです。安全のために口の中に溜め込まない、医師と看護師がいるとかの対策もされていますが、っていうね、すごいですね。珍しい食べ方はないかなと思ってたら地元番組で江差しのイカ餅、ホヤ餅が紹介されました。食ったことね。イカ餅はイカのふわた煮に餅をあえたもの。イカ炭みたいなことかな。ふわたってことはね、ふのわた、わたってよく言うんだよね、うちの方でね。ふわた、ふわた煮ね、多分内臓を一緒に煮たイカ炭っていうか、あの茶色い部分だよね、わたってね。あの塩辛とかね、の茶色い色って綿をこう入れたんですけど、それに餅をあえたものってことでしょうね。美味しいだろうなと想像がつきましたけど、ほや餅ってと思い父に聞くと、聞いたことあるけど食べたことはない、なら食べていると番組で紹介された江差しの人に確認しました。食べたことあると聞いたら、うん食ったことあるとあっさりした答え。ホヤが好きならうめえよと言われたので作り方を聞きました。醤油と酢で味付けしたホヤに餅をあえるです。もう単純、簡単なのでホヤ好きな直澄さんにぜひとも試してほしいです。私は秋田のバター餅が好きです。秋田出身のスタッフさんなら知ってますよねって聞いたら全然知らねえって言ってましたね。秋田も広いですからね、いろんなね文化があるんでしょう。さすが餅に関しては特にね、熱いメールをいただきました。すごいです、ありがとうございます。そっか、ほや餅食ってみて、ほや餅食ってみて。でも俺ね、ほやね刻むの好きじゃないの、実は絡むように多分刻むんだと思うんだよね、ほやをね刻むとさ
ちょっとさ、えぐみっていうかさ、美味しくない部分がこう粒立って、香りとしてね、粒立つ感じがしてね、あんまり好きじゃないんだけどな。でも一回やってみようかな。続きましてこちら、神奈川県のゆめっこ。私のお餅の食べ方、基本はお汁粉が多いのですが、最近はうどんやカップ麺と一緒に入れて食べるのが好きです。即席系で餅入りうどんというのを食べてから、麺類かけるお餅にはまりました。これ私もやっております。どん兵衛とかにですね、入れるのが結構好きでございます。ただカロリーモンスターになるので、お気をつけ、遊ばせって感じでございますけどね。餅がちょっとドロドロしたやつにですね、麺が絡んでくるのがすごい好きなんです。お出汁をそのまんま食べちゃう、そんなのが好きですね。こちら仙台市の、読み方がちょっとわからないんですが、脈魔逆でいいのかな、脈魔逆でいいの、もう早口言葉みたいです。はじめまして、いらっしゃいませませ、お餅の食べ方というテーマを聞いたその瞬間、これはと思って投稿します。ありがとうございます。私は山形県出身なのですが、大学に来るまで納豆餅はみんな大好きと思っていました。むしろ子供の頃は納豆餅しか食べたことがなかったような食べ物、納豆餅しか食べなかったようなもの、納豆とネギとかつぶしでネバネバして食べます。そんなもの見たことないと友人に言われ、これが山形だけのものだと知ったのは年明け、びっくり仰天絶句しました。山形は引っ張りうどん、うどんに納豆を絡めて食べるやつや納豆汁などがあり、納豆好きな県民かもしれませんって言ってくれてますね。おー、なるほどね。納豆餅でも私も非常に食べますでございますよ。もうむしろ僕も本当に餅といえば納豆みたいなところがありますからね。神奈川県のみけくろですね。お餅の食べ方、普通に焼くのもお汁粉に入れるのも美味しいですよね。その中でも私が好きな食べ方は、油をひいたフライパンでお餅をこんがりするまで両面を焼く。小さい頃から母がよく作ってくれて、焼くときに塩コショウしてもいいし、焼き上がりにお醤油垂らしてもいいし、周りがサクサクカリカリでとっても美味しいですよ。なるほど、油ってことは若干半おかきみたいになってくるってことかな。かき揚げっていう、なんだっけお餅の揚げたやつってなんだっけ、おかきっていうの、揚げるじゃん、お餅揚げるとおかきになるじゃん、かき餅みたいな、揚げ餅、まあいろいろいいか、それ に近くなるわけでしょね。あ、ちょっと聞いてると美味しそうですね。こちらは、みすず、焼く、とろけるチーズを巻く、レンジで数秒チン、海苔を巻く、食べる。好きとも嫌いとも何にも書いてませんね。ただこれね、僕ねバイトしてた頃にはですね、これ非常に人気商品でした。私美味しいの知ってます、もちーずもちーずです。美味しいですよ。東京都テコナナですね。私の好きなお醤油の食べ方、これ多かったですね。のしもちで作った磯辺餅、醤油&海苔です。それから、他には職場の子供たちと鏡開きでした際には、缶詰の小豆プラスさいの目に切ったお餅プラス牛乳で牛乳シルクを作って食べました。小豆バーみたいな感じになるんですかね。美味しそうですねこれもね。いいですね。やべえ、腹減ってきた、ほらミロクソ。腹減るね。大阪市の清ですね。年末にお餅つきをするのが恒例行事となっていますって言ってますね。去年末も石臼とキネでお餅つきをしました。ほやほやのお餅が一番美味しいと思います。きな粉をつけたり、おろしポン酢につけたり、たくさんできるので冷凍庫がパンパンですしばらくって、なるほど、いいですよね。お家でついたやつは絶対美味しいですからね。秋田県のゆみゆみはですね、祖母が即席で作ってくれたつゆ餅、お椀にめんつゆか醤油を入れ、焼いたお餅を入れてから、とろろ昆布と梅干しをのせ、お湯を注いだ簡単なもの、これなら簡単に作れるから覚えておきなさいと祖母に言われて、教えてこれました。美味しそうですね、つゆ餅。これも知らないって言ってました、あの秋田出身のスタッフがね。皆さんいろいろとね、レシピありがとうございました。最後にこちら紹介しましょうかね。こちらはですね、鹿児島県のマキですね。平野レミさんが紹介してツイッターで話題になってた明太バター餅を知ってからは、その味にドハマりしてたまにこれを作ったりしてます。
さっき料理人さんが落ち着くってやつに当てはまらない感じの方ですよね、平野さんね。あ、おらでまだおらいらごはんにいるばーっていう方ですもんね、この方で、ね、眠れたら最高だなと思いますけどもね。それから、うちではネタ練ったぼ、練ったぼにして食べることが多い、餅とさつまいもをこねてきな粉と砂糖をまぶしたものを、混ぜたものをまぶして作る芋餅のことです。美味しそうなものいっぱいありますね。ありがとうございます。ということで、マキからはですね、リクエストもいただいたんでリクエストお届けしましょう。ということでお届けしますね。こちらはですね、あ、じゃあ来週のお題言っときましょうね、お財布のあれこれで、再来週は好きな香りで、今後のお題はですね、好きな音、癒しの音、それから出ちゃった声とかね、いろいろね、発言とかね、そういうのを、これから募集していきたいと思っております。ご参加お待ちしております。ということで曲をお届けしましょう。高橋尚澄でアルバムマックスよりしずりゆき。ハラハラ降り積もった一ひら二ひらと粉雪綿雪ぼた雪あなたはしずり雪で青澄のトラブルメーカー、いかがでしたでしょうか。雪まだまだ多いしね、大変なところもありますから、皆さんぜひ気をつけてくださいね。ということで、番組では普通のトラメジュージュージューシーズ、来週のお題はお財布のあれこれ、次回以降のお題はですね、好きな香り、それから好きな音かっこ癒しの音ですね、それから思わず出ちゃったみたいなね、などでございます。番組の感想などたくさんのお手紙メールお待ちしております。お便りの宛先です。東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん。それからメールアドレスが今週からね、番組のメールアドレス変わりました。ご紹介します。トラメカ@tokairadio.co.jp、 トラメカは、TORAMEKAtokairadio.co.jp でございます。ということで、たくさんのメールお待ちしてますね。ということで、僕とはここまで。30分のお相手は高橋なぞみでした。また来週元気にお会いしましょう。せのまったねー。